今回はその私の書いた文字作品とこの蔵の空間の中で、踊りというか舞の表現をしてくださる若松さん、札幌からの若松幸恵さんがこの中でコラボをしてくださるということになりまして、ご紹介します。若松さんです。若松幸恵と申します。札幌から参りまして、津金さんのこの書に触発されて踊らせていただきました。桐生は初めてなんですけれども、こういう機会で桐生に訪れることができまして、今回はとても幸せな時間をいただきました。ありがとうございます。本当にね、たくさんの方にねこの若松さんの舞を見ていただけたら嬉しいなと思うんですね。今日見えたお客さんたちも本当に感動してお帰りになったので、まあ、何か機会があってまた若松さんを桐生にお呼びできるようなことがあったり、企画を考えてくださる方がどこかにいらっしゃいましたら、ぜひこちらへご案内くださいませ。